僕あ,のあんまり例えばシャンプーとかあのリンスとか柔軟剤とかこれって決めてるものなくて実は。であのまあなくなったらまあなんか次どれにしようかなみたいな感じしてるんですけどそれが俺の中では結構冒険でいいね。やっぱいいものを見つけたらそればっか使っちゃうけどなくなったらあこれどうなんだろうみたいな感じでこう違うの使って行ったりとかそういうのがちょっと自分の中では あの小さいいいですけど冒険めちゃくちゃゃくよあのあ、ね、俺そういう匂い系とか結構そのなんだろうこの匂いが好きとかって結構強くていい匂いのものめっちゃ好きなのだからちょっと教えてください柔軟剤とかさシャンプーとか結構なんか匂い俺いい匂いのやつがいいなって思ってる人だからでも俺挑戦できない人なのだからちょっと。 いいのあったら教えるわこれいいよこんな匂いでって教えてくださいお願いしますはいわかりました日本人みんなほんなるほどほ本当にもしね、なんかこんなね立場で言うのもあれなんですけどまあご褒美というか こもう寿司でいいでしょうみたいなねあ,<ー>あるねいやいやまあ嬉しいんです、うん、気持ちはね、はい、<laughs> でもねそろそろあの生魚が食べれない人って俺結構10人15人20人に1人くらいはいると思うんですよねあ<ー>もう結構いるじゃないですか そろそろ気づいてほしい。<laughs> 世の中も、ね。世の中も。確かになんかお祝い事ありました、うん。そうそう、お祝い事。お寿司。たいな、はい、あ,あるね。うん、年末もね、僕たち。現場に。お寿司。ボーン。めっちゃいい寿司を。みんなで食べれる、うん。本当に俺だけ食べれない。<laughs> 嬉しいんです。すごいね。そう。そう、用意してくださる人ももう本当によかれと思ってというか、そのね、俺たちのことを思ってくれて用意してくださってるのもすごい分かるんですけど、意外と食べれない人多いよっていう。何が欲しい魚の代わり。そう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 。魚の代わり。どういうのがあるかも。あの、俺が思ったのは、その、よくさ、揚げ物の、何、その、パーティー、 セットみたいなやつあるじゃん。ポテト、そう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 。ナゲットとか。あるね。って結構食べれるみんな。確かにね。iPhone 機種多すぎねみたいな。あの更新が早すぎねみたいな。早いっすね。確かにね。最新のにしたと思ったらまた最新いやそうまた出てる。しゃ新しいの買ったと思ってなんかマジちょっとしたらもうなんか新しい Fifteen ですみたいな。